はい、どうもヤッコン屋のデラくんです。はい、今日は皆さんエアコンについてね、やっとですよ、エアコン屋デラくんがエアコンについてね、ちょっと皆さんと一緒にお勉強していきましょうという回になります。今日ちょっと盛りだくさんでね、エアコンについて本当基本からなんか発展したところまでね全部あんと話していくんで、ちょっとね、まあ項目的にねこういう形で4つに分けさせてもらったんですが、ちょっと長くなるんで動画の方もね一本一本上げていきますので、で一応話的にはね全部こう流れに沿って話していくんで、全部見てもらった方が分かりやすいのかなって思いますんでね、そのあたりも皆さんちょっと見て参考にしてみてください。でですね、やっていくのは取り付けの流れ編と、あと真空引きってよく話聞きますよね。エアコン工事には絶対必要なものなんですけど、真空引きについて、あとスリムカバーっているのということで、現状の時あと電話とかでねお問い合わせいただいた時に聞かせてもらうんですけど、そういったカバーについてもちょっとお話ししていこうかなと。で最後まとめて、じゃあ今までの話を踏まえてエアコン業者の選び方ということでね、4本でやっていきたいと思います。で今から最初にお話しするのは1番取り付けの流れ編ということで、もう本当にざっくばらんに大きく一連の流れっていうのをお話ししていこうかなと思います。でですね、あくまで、今回はルームエアコン編ということで、一般のねお客様のお家につけるようなルームエアコン、エアコンをつける際にどういった流れでどういった工事の方があるのかっていうのをご説明していきたいと思います。じゃあ早速いきましょう。まずエアコンの取り付けの流れということで、やる工程がねいろいろあるんですが、その工程ってこれね、今回あくまでデラ君のいつもやってるやり方のね流れで説明していくので、みんながみんなこれと全く同じ流れではないんです。やる順序が違ったりね、やり方が違ったりするんですけど、基本的にはこういったことをするんですよっていうのをご説明しますね。まず1番、配管を外に出すための穴をね開けなきゃいけないんですよ。壁にね穴開けをします。エアコンこの辺りつけたいですね、お客様のご希望をまず最初聞いて、まあ、つけれるかどうかっていうのは裏側にねちゃんと室内機を置けるかとか、中機ここにつけてちゃんとお部屋が効率よくあったかく冷たくなるのかっていうのを私たちエアコン業者が判断して取り付けます。中にはねお客様の中で、いや絶対ここがいいんだ、ここじゃなきゃダメなんだなんていうね方もいらっしゃるんですが、まあ、それを取り付けれるかどうかっていうのは正直ねそのエアコン屋さんの判断にはなってくるので、お客様の意見とエアコン屋さんの意見っていうのはこうよくね話を合わせて取り付ける場所っていうのを選ぶ必要がありますね。あの押し付けても絶対まともに動かないと思うけどなとか、外機あの位置になるから近所のクレームになると思うんだけどなとか、いろいろねエアコン屋さんって考えながら取り付ける場所って選定するので、ぜひご相談しながら決めてみてください。そしたら穴開けたらその穴に向けてですね、次2番目、ね中の機械をドンとつけてあげると。で3番目、今度ねもう中はこれでおしまい、中の機械がついても穴も開いて外に配管も出てる状態、じゃあ外に回りましょう。外の機械を置く場所、この辺りがいい、まあ真裏にちょっと置いちゃうとここにちょっといろんなもの、給湯器があるから邪魔だなとか、まあそういうのも考えて穴開けるんだけど最初ね、その外の位置をお客様と決めて外機をボンと設置しますよね。でその次4番目、配管をつなぎます。中の機械から出てる配管と外の機械置きたいよって言ってる場所に向けて配管をこう伸ばしてあげてね、外の機械につないであげると、こういう作業があります。で配管が接続終わりました。終わったらですね、いよいよ真空引きということで、機械がねちゃんと動くようにするために配管の中の空気とかね水気とかを抜いてあげるっていう作業、真空引きっていうんですけど、これの方をかけます。最後に試運転と、これがねもう一連のもう本当にざっとね大きく大まかに話した一連の流れです。もう一回言いますよ、中に穴をまず開けてエアコンの中着付けます。外に回って外の機械を置いて、エアコンの中の機械から出てる配管と外の機械をくっつけてあげる。で配管の中を真空引きしてあげて試運転、これが一連の流れになるんですね。ここまでの一連の作業ってだいたい1時間半から2時間とかそれぐらいかかる工事。エアコン工事ってどれぐらいかかるのかなって、朝からやってどうでしょう、夕方までかかります、その日午後4時あるんですけどなんていうお問い合わせも結構あるので、まあこの2時間ぐらいっていうのはね目安として頭に入れて覚えておいてもらうと、頼む時に頼みやすいと思う。わざわざ日曜日じゃなくてもなんか行けそうな気しません？2時間って聞いたらね、で主婦の方はちょっと帰ってきてお子さんを迎えに行って3時とかねに帰ってきて、そこから2時間で5時で着き終わりますからね、平日でも意外に行けちゃったりもするのがまずエアコン工事となります。それでね
追加っていうのもね、やっぱりね、ある今言ったね、説明と同じような取り付け方ってどこの家でもできるわけじゃないので、例えば中の機械と外の機械をつなぐ配管が裏にちょっとスペースがなくて遠いところにしか室外機を置けないよっていう場合は2階に取り付けます。1階まで配管ベローンって伸ばす場合とか、屋根の上に室外機を置く場合とか、そういったもう別の作業っていうのが出てくると時間っていうのはね、もっと本当にどん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 かかる、もう本当に1台あたりね3時間4時間かかる工事とかもあるわけなんです。そういったものはね、全部知識として入れとくのは難しいので、お時間もだいたいどれぐらいかかりますかなんていうのは、その下見とか電話での問い合わせの時にね、聞いておくといいと思いますね、というのが大体の一連の流れになります。ちなみにデラ君どうでしょう、その2時間とか3時間とか工事するときに立ち会ってた方がいいんですかね、よく言われる。全然そんなことありません。うちもですね、取り付け前のまずご確認ですよね。ここに穴開けますって、こういった形になると思います、見栄えがっていうの、一番最初の施工前の段階と終わった後試運転してる時にね、これちょっとご確認よろしいですか、暖房こういった形で今出してますね、これぐらいの温風出てます、あったかいですね、はい、でこれで外気はこういう見た目になりました、こういう理由があってこの場所に置かせていただきましたなんて説明をしてね、お客様とよくこう触れ合ったりもするんですけど、その施工前と施工後にいてもらえれば基本的には大丈夫、ずっと立ち会ってる必要ももちろんないですし、なんならね、もう立ち会って鍵だけ最初開けてくれて、あ、ちょっとごめんなさい買い物行ってくるんで、終わる頃どれぐらいですか時間なんて言われて、あ、2時間ぐらいですかねって、あ、分かりました、2時間後に帰ってきますなんて、そういった方もいらっしゃるんで、全然そういったこともできると思います。必ず立ち会ってくださいっていう人は、少ないんじゃないかな、なのでお気軽にそういうのは頼んでもいいと思います。ということでね、本当に大まかなね、エアコン工事の流れ、追加工事が発生しない時のね、時間とかも伝えさせてもらったんですけど、どうでしょう、見てみて、こういった場合ってどうなのとか、こういった場合ってお金どれぐらいかかんのとか、ぜひね、コメント欄に、ね、質問も書いていただいて、最近よく YouTube 見て電話いただけること多くなってきましたんでね、デラ君ちょっとこういうの質問なんですけどとか、こういったエアコン買おうと思ってるんですけどどうですかっていう、そういったコメントすごくね、毎日嬉しく見させていただいてますね、頑張ってなんていうお話いただいて、すごく最近嬉しいなっていう気持ちでやらせてもらってますので、ぜひね、そういったお問い合わせ電話の方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ということで、デラ君のまず1本目、取り付けの流れ編ということでね、エアコンについてお話しさせてもらいました。次回は真空引きとはという動画でお会いしましょう。では。